はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあということで今回は2024年3月に入りました。今年始まってね、まあ、6分の1が経過したということで、さあ皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。寒暖差がもうすごいんで、僕もちょっと今声ね聞き取りにくかったらすいません、ちょっと喉がやられております。はい、まあ、なのでちょっとガラガラした声になってくるんですけども、ぜひね今回も最後までねよろしくお願いします。ということで新しいね月に入ったということで、まあ、今月ね登場するトミカとかプラレールをねちょっとね触れていくのと、あとね追加情報ですね、4月の分とかまあいろいろあったりもするんで、そのあたりもねパーッといきたいと思いますので、では最後までよろしくお願いいたします。ではもう早速いきましょう。はい、今月の新作で登場するトミカ、3月ですね、3月の新作ですが、とりあえずねもう毎月言ってるんですけども、これですね、バーコードキャンペーン今月いっぱいで期間終了になります。僕まだ送ってません、やばいですね。早くねちょっとバーコード切って送りたいと思いますね。気になってる方はもうほんとお早めに。ではでは行きましょう。はい、トミカ通常版ですね。まずはこちらですね、通常2種ですけども、左から行きましょうか。はい、こちらがですねちょっとまあカラーリング的にはね地味系なこうラインナップになっていくんですけども、ナンバー16番のトヨタシエンタ、こちらがね初回特別仕様と通常版2種同時に登場いたします。まあこのようにねちょっとこうシックな感じのカラーリングの2種類ですね。まあちょっと色の名前は分かんないですけども、初回がまあグレーっぽい感じで、まあ通常版がまあグリーンベースかな、このような、ね、異色展開になっておりまして、まあ、細かく言うとヘッドライトとかは多分製品版でしょうね。これね塗装ですね、塗装で再現と、で側面はこうなっておりまして、あリア良さそうですよね。あでもどうだろう、あ後ろねクリアパーツかな、どうでしょうね、多分クリアパーツっぽいんですけど、あでも塗装かな、まあ分かんないですけど、登場してからまたねしっかりと見てみたいかなと思います。でこちらはギミックはサスペンションのみとなってますね。まあこの辺はもう定番かなと。でもう一つの方が、はいこちらがねナンバー103番の日立建機リジットダンプトラック EH3500AC3 ですね。まあ昨年でしたっけ、今年の初めでしたっけね、リジットダンプね廃盤になったね車両があるんですけども、またちょっとこうパワーアップして帰ってきたといった感じでしょうかね。まあほとんどそんなにイメージ的には変わらないんですけども、まあ細かいとこ比べるとね結構違ってくると思いますので、まあこれはまたねちょっとはい前回のやつと並べてね手にしたらね企画とかもねしていきたいかなと思います。新しいねリジットダンプ登場ですね。ちなみにこちらはギミックね、この後ろのこの荷台のね稼働となっています。まず通常版はこんなに2種類が登場します。で入れ替えで、ね、廃盤になっちゃう車両が16番の方がね、フィアットの 500E ですね。でナンバー103番の方が日産ノートとなってますんで、まあ、気になってる方はぜひお早めにねちょっと手にしておいてください。で続いていきましょうね、どんどん行きましょう。あそこそこ今月ロングトミカもありますね。はいこちらですね、ナンバー142番の伊豆月川の重機搬送車ですね。はいこんな感じのね、またちょっとこうテンションが上がるようなねロングトミカ登場します。まあ低所トレーラーにはなるんですけども、今回は重機がこれが黄色とブルーの2機を積んでいるこんな感じのトレーラーですね。なかなかいいですね。まあ乗ってるねこの、まあ、これはグラップル仕様かな、ね、こんな感じのね、まあ、重機自体はまあ簡易的なものにはなってくるとは思うんですけども、シルバーのこの低層トレーラーがまたね何とも言えないね渋さをね出してくれると思うんで、これも楽しみにしたいかなと思います。でナンバー142番のロングトミカは機関車ジェームスですね、機関車ジェームスが廃盤になってしまいますので、トーマスファンの方ぜひぜひお早めにこちらも手にしておいてください。トーマス系が廃盤ってなると結構高くなっちゃったりするんで。で続いて、はい、あトミカギフトも忘れておりました。こちらねスポーツカースペシャルセレクション、はいこんな感じのね4種のトミカがねセットになったスポーツカーのトミカギフトです。まあ今回はまあなんでしょう、もう鉄板ですね車種がもうめちゃくちゃ鉄板な感じで、はいこのようにねダブル RX にスープですね、でシビックに GTR とね、このような形の4種のねセットになっておりまして、でまあまあ通常トミカのカラバリがまたこんな形でねちょっとね4種ね手に入ると思うと、まあまあいいセットになるんじゃないかなと。まあ僕の中でもねこの下の2種かな、シビックと GTR がすごい気になるんですね。でスープラはなんか通常版とそこまでめっちゃ変わるかなっていう感じの色合いなんですけども、まあこの辺とかもねちょっといろいろとね見比べたいかなと思いますね。ダブルアクスもね素敵ですしね、まあ、なかなかねいいセットじゃないかなと思いますね。でこれ入れ替えで廃盤とかちょっとねわかんないんですけども、まあ多分カタログ落ちしてるモデルがなんかあると思いますんで、ちょっとチェックして分かれば画像入れときます。分かんなかったらちょっと入れれないんですけど、ちょっとねギフトに関しては僕あんまりね
どれがどうとかあんま分かってないんで、はい、すいませんけども、まあでも今度スペシャルなまたねトミーギフトが登場するとね、いいっすね、いいっすね。でドリームトミカ、はい、今回はスヌーピーですね。これが3種でしたっけ、あ2種かね、こんな感じの2種登場しますね。153番とあとスペシャルになりますね、スヌーピーカー2の2種で、左がね通常のスヌーピーカーで、右がフライングエースとなってます。で今回のスヌーピーカーはいつものねスヌーピーのね車両の形と違いまして、新しい型になるんですかね、このような形のね車両になってきますので、ちょっとなんかボンネットの開閉とかできそうなんですけども、ギミックはねサスペンションのみとなってるんで、そこがちょっと残念かなと思うんですが、またね登場したらこれもちょっとじっくりと楽しみましょう。非常にあの可愛いトミカですね、スヌーピーファンには持ってこいじゃないかなと、こんな感じのドリームトミカで、ディズニートミカも、はい、こちらねパレードシリーズですよ、パレードシリーズで、今回はミニマウス、そういえばミニいなかったなってパッと今ちょっと思ったんですけども、ミニーね今回登場しまして、でマイクワゾフスキー、こちらも登場します。形はどちらもね多分一緒だと思いますが、このマイクのこの耳のこのクリアなところがちょっと可愛いですよね。うん、どちらも好きなキャラクターです。先日ディズニーランド行ってねミニーに会えたんでね、めちゃ嬉しかったね。で下行って、あパレードシリーズまだまだありますね、はい、こちらがスイーツフロートのティガーね、ティガー、こんな感じのティガーと、これも耳ね可愛いですね。であとウッディですね、はい、こんな感じで登場して、でさらにまだあんのかな、あありますね、アリエルも、はい、このような形で登場します。ちょっとこうアリエルっぽくないというと失礼なんかもしれませんけどね、あ髪型なんかな、これアリエルのね、めっちゃ顔とかじゃないんですけど、こちらも登場するといった形で、まあ、パレードシリーズは5種類ですね、このように可愛い車両が5つまたねドーンと一気に追加されます。なかなか今月もちょっと散財な月でございます、はい。で、あそうか、これもねなんか始まるんですよね、始まるっていうか新シリーズですけども、ドリフトトミカのマリオカートね、まずこれ左がスタンダードのマリオのねセットになりますね、こんな感じの。まあ、トミカ自体はどうなんでしょうね、今まで登場したマリオカートのマリオのトミカに似たような感じだとは思うんですけども、はい、こんな感じでこうシューター付きになってまして、これをね多分この上のねこの M ボタンですね、マリオボタンをプシュッと押すとこうバーンとねこうドリフト走行するねトミカになってると思いますね、はい、こんな形で、これがパッケージかなね、多分結構大きめなサイズになるんでしょうね、シューター自体が大きいと思う。まあ、こんな感じのドリフトカーが登場すると、でそれがまあマリオとあとルイージですね、ルイージも同じような形で登場して、でさらにこれがヨッシーですね、ヨッシーも登場すると、でドリフトカーだけじゃなくてこのようにまあコースのねセットも登場いたしまして、こんな感じのドリフトチャレンジデラックスセットね、こんなゲートとか、ね、こうスロープですね、であとこのなんていうのこう U ターンのカーブみたいなやつとか、あと土管になんかボーリングみたいな遊びができそうなこのコインとかもついてまして、で車体はついてるのかなこれね、車両も多分こう乗ってるのついてますよね、これマリオとルイージが2台ついている、結構まあこれだけで本当十分楽しめそうなセットになってるんじゃないかなと思います。セット内容はここ乗ってましたね、全部でこんな感じのセット内容になってますね、まあ、だからまあ兄弟とかお友達とか2人以上でこう楽しみたいという方はこのセットを購入して楽しむのもありかもしれませんね、まあ、こんな感じのドリフトトミカがね一気に登場するとね、今後なんかねピーチとか、まあ、ドンキーとかクッパとか多分いろいろ出てくるんだと思いますが期待しましょう。で続いてトミカプレミアム、あこれも期待します、僕ねめっちゃ期待してるんですよ、10番のねトヨタクラウンパトロールカー、まあプレミアムではパトカーが出るって結構テンション上がるんですけども、まあ、その中でもねクラウンのパトカーがチョイスされまして登場いたします。まあ通常のねクラウンのパトロールカーとちょっと細かいところのこう作りとかねこう品質とかそういったところもまあ気になるところですけども、まあプレミアムにねこうやってパトカーが入ってくれるのは非常に嬉しいかなと思います。でナンバー10番は何だったっけな、廃盤車両がね、あヤリスですね、トヨタのヤリス WRC ですね、はい、こちらがね廃盤になっちゃいますね。まあこれもねいつ発売されたかちょっと忘れたんですけども、まあなんか早いようなね気もするんで、気になる方もねぜひねお早めにねちょっとチェックしておいてください。で今月はプレミアムのギフトも登場しまして、スカイライン3モデルズコレクション、はい、このようなスカイラインのこの歴代のね人気車両が揃ったセットがプレミアムで登場します。はい、このような3種ですね、まあどれも渋いですね、中でもそうですね僕はね選べないまあまあまあ、まあ、どれもね本当素敵だと思いますので、まあ、これもねちょっとプレミアムなのでじっくりとねしっかりと楽
登場したらね楽しみたいかなと思います。結構なんだかんだ3月は本当激アツですよね。で続きましてが、あ、そっか、これも来るんですね、ミニ四駆。爆走兄弟レッツ&ゴーのミニ四駆のマグナムセイバーとソニックセイバーの2種がミニ四駆トミカで登場します。まあ僕はね前のねアバンテの方がまあめっちゃ思い入れあってね嬉しかったんですけども、正直ねこの世代じゃないですよね、レッツ&ゴーで遊んだ世代ではないので、ねちょっと手にした時のね感動はねアバンテとかよりちょっと薄れるかもしれませんけど、またこれもね面白い感じになっていくんじゃないかなと思ってますんで、期待してこちらのね衣装登場ね待ちたいかなと思います。こうツボにはまる人はねボーンとね世代でツボにはまると思うんで、気になる方はぜひ教えてください。で続いて、あ、そうですよね、ローソンに追加置いといて、これ新しくね今日ぐらい追加されたんだと思いますね、イオンのナンバー73番のスバルフォレスタースペイン警察署ですね。まあお得意ですね、イオンさんお得意の海外警察で、今回はフォレスターでスペイン警察が登場いたします。まあこれはもう普通に楽しめるねいいトミカだと思いますんで、期待して待ちましょう。ちなみにあの発売日はね第4週の土曜日になっておりますので、そのあたりはねお気をつけください。でお隣、これがねちょっとね未だにねどうなるのか分かってこないんですが、ローソンのオリジナルトミカですね。まあ当然ねコンビニのローソンの店頭で売られるとは思うんですけども、予約とかそういったところがね全く僕自身まだ分かってないんで、ちょっとねドキドキしてるんですけども、手に入るかなってね。まあでもなんかこんなこと言っちゃったんですけども、転売する人がなんかいろんな店回りそうな気もしないこともないんですがね、まあもし気になった方は3月の29日のね金曜日に発売予定になっておりますので、お店にご迷惑がかからない程度にちょっと聞いてみるとかねしておいた方がいいかもしれません。僕もちょっとなんか情報があればね出したいと思うんですけど、ローソンの公式サイトでなんかあんのかな、ちょっと軽く見てみます。まあ、特になんか載ってるとかじゃないよね、今のところないんですよ。でトミカで検索しても特にポーンと出てくるわけじゃないんで、まあちょっと続報をちょっと待ちたいかなと思います。まあ多分店頭で買えると思うんですけど、日付変わった瞬間に売られるのか朝8時頃に一斉販売なのか、そういったところ気になりますよね。まあでも GR86 なんで人気は確実にあるかなと。要注目ですね、今月末ですね。といったところですかね、とりあえず3月に発売されるねトミカたちパーッと見ていきましたが、今月ももうボリューム満点ですね。どれもねちょっと僕としては捨てがたい気になる車両ばっかりなので、またね手にしたらちょっと順番にねご紹介したいと思いますんで、楽しみにね待っていてください。でバーコードキャンペーンも本当忘れない。で、4月に追加されたねトミカもありますので、ちょっと見ていきましょう。はい、もうねすでに予約とかも開始されておりますので、まあ、気になった方はお早めにといったところですけども、はい、こんな感じになっておりまして、4月もね結構いろいろ出るんですよね。でこのようにまあ待ち系のアイテムが多いんですが、ゴーゴービークルズとかもね、これはねもうすでに、ね、入荷案内申し込みになってるんでね、予約とかできないんですが、あ、ジョブレイバーのね新しい、はい、こちらですね、ギガントポリスブレイバーゼロオーバードライブデラックスセットね、こちらが登場します。なんかシンカリオンでいうところのこのブラックシンカリオンで、そんな渋い、ね、かっこいい、ね、機体が登場すると。で鋼板アーマーで110の帝王ゼロレオン、こんな感じで鋼板に変形する、ね、ゼロレオンも登場すると。多分こっちに含まれてるかな、ゼロレオンね含まれてますね。まあ、気になる方はまあデラックスセットの方を買った方がまあ間違いないかなと思うんですけども、ゼロレオンだけっていう方はこっちでいいかなと思います。で下行って、あ、そかそか、ドリームドミカでね、これがね登場しますね、藤子 F 不二雄生誕90周年記念コレクション。こうターゲットがねよくわかんないですよ、現代っ子ならドラえもんとかドラミちゃんはまあわかるんですけど、それ以外ね多分あんまりわかんないかなと、コロスケとかパーマンとかだから、ターゲット層はね本当もう僕らというかまあ大人世代のなんかそんな感じのねものになっていくんじゃないかなと思うんですけども、このようなこれくじ形式になるんですかね。そうですよね、トミカくじ形式でこのようなねちょっと可愛いねドリームトミカも登場するので、気になる方はこれもねお早めにちょっとチェックしておいてください。結構予約締め切ってるところも多いですね、公式はあるみたいです。でシンカリオントミカ、前にもパッと触れたんですけども GTR3 種ですね、E5 はやぶさに E6 小町、そして E7 輝きの GTR3 種が登場しますんで、これもね割となくなってると思いますので、はい、気になった方はお早めに押さえておいてください。で下行ってエンゾフェラーにも来ますしね、トミカレーシングも来ますが、マクロスも前にも言ったかな、マクロスもね一応サンプルとかで話したんで一応今回置いときますが、追加されたやつで、あ、この2種ね、あ、トイザラスとかてか山田電機ってなんだこれこれちょっと気になるの、全然知らんかったですね。
はい、まずちょっとトイザースの方がいきましょう。トイザースオリジナルのね GR86 カスタマイズ仕様、こちらがまた86ね4月の20日に登場するのが追加されておりまして、これもうあれ予約できるのかな、予約受付中ですね。はい、気になる方は予約しておいてください。ほんと急ぎですよこういうのってね。この86登場すると、でヤマダ電機のオリジナルスペシャルセットっていうのが、これがねプラレールとトミカと、あとこのもう間違わせとなってるスペシャル、ほんとスペシャルですね。こんな感じのヤマダ電機さんなんか強いな、こういうの出してきたかっていう感じですけども、まあ注目すべきはこの辺の車両ですね。トミカね、はい、おー、オリジナルのねヤマダラッピングじゃないですか。でプラレールはスピードジェットですからね、まあ、このような2車種がついているセットで、あとマッチもねヤマダ電機があったりとか、なかなか面白いセットになってきますね。これねいいですね、ですねオリジナルのね立教とか、あエネオスもついてるんですね、面白い。まあ、本当ヤマダ電機さんなかなか渾身の一作になってくるんじゃないかなと思いますので、はい、これがね4月13日登場で、予約とかは特にないので、気になる方はちょっと店頭でお早めにちょっと聞いてみてください。僕もちょっとこの後聞きに行ってみたいかなと思います。こんなのってですね、すごい、まあ、といった感じですかね。4月の追加の分もザザッといきましたが、このように、まあ、来月もねボリューム満点すぎるんで、またね追加されると思いますが、また月始めにねちょっと見てみたいかなと思います。でちょっとどうしようかな、プラレールいけっかな、ね、時間的に結構ボリューム満点になっちゃってるんで、ね、プラレールの新商品もでも今月もねヤクモとかあるからねちょっと外せないんですけども、はい、こんな感じでね、これはねもうすでに公式とか結構いろんなところで売り切れててね、なかなかないんですけど、ありがとう3パー1系の特急ヤクモですね、こちらが登場いたします。これはもう本当押さえておいてね間違いない車両だと思いますね。ゆったりヤクモ色がプラレールで登場すると素敵ですね、これはもう絶対欲しいですね。であとありがとう SL 人よし号ですね、今月23日24日でしたっけ、まあ、僕ちょっとラストラン近くに見に行こうかなと思ってるんですよ、正直熊本九州まで行こうかなと思ってるんですけども、こちら人よし号がねこちら登場いたしますので、これも要注目のアイテムです、ね、プラキッズ付きですね、しかもね。であとはこちらもね JR 九州ですね、ワクワクスマイルトレイで、ディズニーでしたっけね、このようなラッピング可愛いですねデザインになっておりますね。まあ、このね JR 九州のねこのディズニーのラッピングの車両もこれで3つ目になりますかね、なかなか可愛いね新幹線だと思いますんで、こちらも早く見てみたい。で情景セットとして IH 系の翼もね来ますよね、セットでしかね手に入らないね車両には今はなってるんですけども、 E8 系もねこのように登場しますんで、これも確かね結構売り切れですよ、売り切れになってるんで、まあ、早めに押さえておいた方がいいかなとは思います。であとはね、こう待望の S レールでございますね、これもね新しいレールなので、これもやっぱ人気あるんですね。まあ入手は簡単にはできると思うんですけど、早めに欲しいという方はちょっと発売日前後ね気にしておいてくださいね。であとはね、まあこれ一番平和でしょう、はい、55トーマスの洞窟探検トーマス、こちらも登場いたします。でまたね登場したらねこれも楽しみたいかなと思います。結構可愛いですよこのデザインね。まあプラレールは3月はこういった感じです。まあプラレールにしては結構ね種類ねたくさんいっぱいね出ると思いますので、気になる車両がありましたらチェックの方ねお忘れなきよう。ヤクモはほんとすぐなくなるかなと思います。で一応4月も触れておきましょう、これ触れないわけにいかないんで、はい、4月の新作ですが、ここもパートいきますけども、通常のラインナップにドッグエクスプレスが入ってきますね、その57番をドッグエクスプレスが奪い取っちゃった、なかなか強いですね。はい、こんな感じでちょっと各車になっちゃいますけどもね、ドッグエクスプレスが登場しまして、でこれ一番楽しみです、リアルクラスに、ね、201系の通勤電車 JR 西日本オレンジが登場です。もう身近な車両です、僕もね実際ね乗ったことあるね車両で、これね行き先表示はねこれ大阪の環状線なんですよ、これがまた激安なので、もう僕は絶対もうめちゃくちゃ楽しめること間違いない車両なので、4月楽しみです。はい、先生こんな感じでどんどん出てほしいですね、リアルクラスもね。であと下にドリームレールキットね、めっちゃ高いですよ、1万1000円するねレールのセットなんですけども、とりあえず注文しておきましたね。特別カラーの S レールがついているというスペシャルなセット、意外とこれまた売れてるんですよね、予約もうできません。であとねこれちょっと知らなかったんですけども、三角ポイントレールもねこれ登場いたしますので、皆さんこうレイアウトね新しいこう息を引き込むことができるねレールがね今月来月ねともにね登場しますんで、4月もねいろいろと期待したいかなと思います。
まあ、プラレールはこんな感じでざっとでございましたけど、ほどいいセットばっかりですね。はい、ということでちょっと今回はね、まあちょっと長くなっちゃったかなと思いますが、新しいね月3月に入ったということで、トミカとねプラレールを見ていきましょうか。さあ、いかがだったでしょうか。もうほんと今月もねボリューム めちゃくちゃ満点です。来月もねたくさん出ると思いますが、皆さんねトミカプラレールをね元気いっぱいね楽しめるようにね、ほんとあの体調管理だけねお気をつけてね元気にねお過ごしください。で、何度も言いますが、このバーコードキャンペーン今月いっぱいで終わっちゃいます。皆さんね、まあ、僕もそうなんですけどもね、お忘れなきようねよろしくお願いいたします。まあ、ということで、はい、今回ねこの辺りで終了でございます。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんな面白さのでよろしくお願いします。あとツイッターねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またねこの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。